の使い方がわからないのでちょっとはしたない前向きになってますけども、はい、じゃあまたそうですね、家元が作った曲でちょっと違う曲を今日練習してないんですけど聴いてみますので聴いてください。
ございました。じゃあこの辺一点あと、じゃあ最後に皆さんと一緒にさっきり節とソーラン節をこう歌えたらいいなと思います。すみません、私ちょっと歌えないので、皆さん知ってたら一緒に歌ったりとか手拍子で参加していただけたらと思います。で、なぜかよく間違えてしまうので、間違えてしまっても気にせずも皆さんも好きなように歌っていただければ大丈夫ですので、その辺は皆さんにお任せします。お願いします。